はいどうもプレスの T です。今日はですね、儲かるバイトというところでお話していこうと思います。まあね、高校生の皆さんは実家に住んでる人も多いと思うので、あんまバイトとかしないよって人もいるかもしれないんですけれども、大学生とかになってくるとね、さすがに自分が遊ぶ分のお金ぐらい自分で稼ぎなさいとかいうふうに言われたりする人も多いと思うんですよ。となってくるとやっぱバイトするしかないわけなんですけれども、やっぱねバイトもコスパっての考えていきたいじゃないですか。っていうところで今日はですね、かなり儲かる手軽なバイトということについてお話していこうと思います。で早速見ていくことにしましょう。じゃあまず一つ目の案件なんですけれども、これねちょっと日給だっていうのがネックになってるっていう人もいるんですけれども、だいたい日給で3万円ぐらい入ってくるようなお仕事になってきますね。でまあこれだいたいどれぐらい収入入れるのかっていうところで気になる人いるんですけれども、まあ 2,3 回多ければ4回とか入ることもあるので、まあねそんな回数が少ないっていうのは日給の額が高いので簡単にペイできるかなっていう感じの仕事になりますね。でこれスーツ着てやらなきゃいけない仕事になってくるんですけれども、まあ言うてね、このスーツ全然会社の方で支給してくれるので、そこは心配しなくても大丈夫です。でこういったバイト結構高額じゃないですか。ってなってくると専門スキルいるのかなっていうふうに思うかもしれないんですけど、これね結構美味しくて全然そういう経験なくていいんですよ。なんか別に前職何やってましたとかプログラム書けますとかそんな全く不問で、とりあえず今からね大学になりましたってやることねえな、じゃあやってみましょうかって時の一発目としてはかなり美味しい仕事じゃないかなというふうには思うんですね。でこれどういう業務なんだって話なんですけれども、まあ、別にねそんな難しい話ではないんですよ。先ほど言ったように、まあ、とりあえずスーツ着てもらって、で各ご家庭を回っていきますよと。でまあこれ結構ねご高齢の方が多かったりするんですけれども、そこで現金を回収してくるっていうお仕事になります。でなんでこんな仕事があるかって話なんですけど、やっぱ世の中もキャッシュレスじゃないですか。でも現金とかってあんまなかなか使わないですよね。でこの現金で使わないって言った時に、まあ、僕らはねスマホで全部バババってやっちゃえばいいからできるんですけれど、高齢者の方ってスマホ使えない方非常に多いんですよ。でもやっぱりさ、じゃあペイペイで払ってくださいとかっていろいろあるわけで、これ難しいっていう人多いんですね。だから一旦こちらで現金を預かって、でそれを今度入金しておきますよと。であとはこの端末でやってくださいねみたいなところを説明していくと、こういうサービスになるんですけれども、まあねこういった需要結構あって、まあなのでねこちらも人手足りてないので、そういったところでどんどん皆さんねアルバイトとしてやってもらって、まあ、それも毎日あるような話じゃないので、そういった案件が来た時にはじゃあお願いしますねと、こういう風なサービスになってます。はい、というところで一つ案件を説明したんですけれども、どうですかこれ、美味しいと思った人いますか。これ犯罪ですよ。普通に捕まるんで絶対にやめてくださいね。あのね、受け子のバイトとか闇バイトとかで検索したらいろいろ出てくるんですけれども、こういう結構やばいバイトって世の中いっぱいあるんですよ。これ仕組みとしては、先ほどの中で、ね、PayPay に入金して使えるようにとかって言いましたけど、そんなんするわけないんですよ。お金いただいたらそれで終わり、以降その方とコンタクト取ること全くありません。でなんでこんな受け子とかをわざわざ間に挟むかっていうとですね、普通に捕まるんですよ。で普通に捕まって自分がやっぱりその詐欺グループのやってる人が捕まるってなると困るじゃないですか。だからそういった間に一回受け子を挟んで、そいつらからお金を回収するって形を取るんですね。で、じゃ誰が捕まるかで当然受け子で、皆さんがこのバイトをやった時に確かに3万日給でもらえるんだったら嬉しいなと思うかもしれないですけど、リスク高すぎですよ。絶対にやめてくださいね。とまあこういったですね、美味しい話みたいなの世の中いっぱいあるわけですけれど、そんな世の中甘くないんですね。まあ、他にもですね、絶対に儲かるみたいな話で言うと、最近とかだったらビットコインとかって聞いたことありますかね、仮想通貨ですよ。でこれの自動売買みたいなのもあったりとかして、まあ、結局自動売買っていうもの自体は存在するんですよ。実際にそういうものは存在していて、でそれを使って儲かるっていうケースもあるんですけれども、絶対儲かるかっていうとそうではなかったりするわけですよ。でじゃあどういうふうなところでそれで詐欺があるかっていうと、いや今ここにね USB の中にすげえ自動売買のソフトが入っていると、でこれ使えば絶対に儲かると、月10万は堅いねみたいな話が、まあ、持ちかけられるわけですよ。でただこれを動かそうと思ったら前金として100万口座の中に入れておかないと、やっぱ元手がないと儲からないよねと。だからまず最初に100万っていうのは絶対必要になるんだけれども、それって月10万ずつだから、結局1年あったら12ヶ月あるわけだから、プラスで20万には絶対なるから、これ絶対お得だよと。とりあえず100万だけ用意してくれれば、それであとはもうずっとそれぐる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 勝手に自動で回るだけだから、めっちゃ美味しいよみたいなことを言われるわけですよ。でこれ普通に考えたらおかしいっていうの分かりますよね。だってさ、そんな確実に10万ずつ入ってくるんだったら自分でやったらいいやん。100万入って 10% ずつ増えるっていうんだったら、僕だったら1億ぐらいどっかから借金してきてぶち込みます。もう1億で足りなくても10億でも20億でも何ぼでもいいや、とりあえずありげに全部ぶっ込みますよ。でそれ自分でやるんですよ。本当に儲かるんだったら自分でやります。わざわざそんな人に持っていく意味ってないじゃないですか。
ていうような話があるので、絶対に儲かるような副業的なものってないんですよ。だからそこら辺のところっていうのは皆さんね、ちょっと落ち着いて考えるというのがすごく大事になってきます。まあね、楽して稼ごうみたいな話っていうのはいろいろあって、まあ、コスパ重視、どんなバイトが美味しいんだみたいな話って世の中いっぱいあるわけですけれども、よくよく考えてほしいのがですね、美味しいバイトなんてものがあったら全員やってるんですよ。だってさ、普通に会社に入って働くよりもバイトの方が絶対割がいいよってなったら誰も正社員とかならないでしょ。でそうならないのは結局バイトの給料とか安いよねとか、そういうところがあるからみんなやらないわけですよ、最終的には。でそういった時にですね、結局バイトっていうのをどういうふうに捉えるかって話なんですけれども、やっぱりね、変に時給が高いところを狙っていくとかっていうようにするよりも、労力がちっちゃいやつっていうのを考えていくっていうのがいいと思うんですよ。で労力がちっちゃいって時に、さっきの自動売買がどうとかみたいな副業的な話ではなくて、例えばね、できるだけ自分が住んでるところから近いところでバイトをするとかね、こういうふうにしておくと結局時間的なところってそんなに損失少ないじゃないですか。例えばですけど、まあ、僕行ってたところとかで言ったらですね、大学内にバイトがあったりするんですよ。大学の食堂とかでアルバイトがあったりとかね。でこういうふうなことをやっておけばですね、通う時間ゼロじゃないですか。まあ、もちろん交通費とかで出る場合もありますけど、結局交通費って電車賃しか出ないわけで、それがじゃあ片道1時間とかかかるようなところだったら、それ時間的損失めちゃめちゃでかいでしょっていうような話があるので、まあね、皆さんも考えるんだったら、できるだけまあ距離的に近いとか、そういう余計な労力がかからないバイトっていうのをまあ考えてみるのがいいんじゃないかと、個人的には思いますね。はい、というところでね、今回はそもそもタイトル自体も怪しいですし、動画の内容自体もね、なんかすごく儲かりますよみたいなことを言っといて、実際それ儲からねえかなみたいなところで詐欺みたいな話だったんですけれども、まあね、実害が出なかったからよしとしてくださいよっていうところで高評価よろしくお願いします。というのはまあまあどうでもいいんですけれども、まあね、実際問題やっぱこの時期本当に怪しい仕事とかっていうのを持ちかけられることって結構あったりするんですよ。でしかもやっぱコロナとかの状況で、まあ、みんなね、いろいろ不安とかもあると思うので、そこにね、つけ込もうとするやつだっていっぱいいるんですよ。だから変にね、美味しい仕事を探そうとかって言うんじゃなくて、まあ、少々安くてもね、まあまあこんなもんかな、アルバイトしゃあないよねぐらいのところで、まあ、普通のバイトをやっていくと。でまあそんなバイトをやりながら、さすがにこれはやばいだろうって言うんだったら、また別のバイト探すとかでいいと思うんですよ。っていうようなところでね、まああまり皆さんもそんながっつきまくって自分から泥沼に足を突っ込んでいくんじゃなくて、手堅いところでやっていきましょうと、そういうお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。